お家でミニトマトの袋栽培をやってみよう。準備物を紹介します。1番土です。野菜の培養土を使います。先生は14リットル入りのものを使っています。2番ミニトマトの苗です。これがミニトマトの苗です。3番支柱です。支柱は120センチぐらいのものを使っています。みんなの身長よりもちょっと高いかな。4番ハサミです。ハサミはお家の人と一緒に使うようにしましょう。それでは今から準備を始めていきます。1番袋の下に穴を開けましょう。ぐり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 5箇所ぐらい開けます。裏側も同じようにして開けていきます。1 2 3 4 5。ハサミはお家の人と一緒にしましょう。2番袋を立てて上を切ります。切りにくい時はお家の人に手伝ってもらいましょう。3番袋の上のところを折りましょう。3回くらい折ると土がよく見えましたね。はい、できました。4番土に穴を掘りましょう。穴はみんなのグーが2つ分ぐらい入るように掘りましょう。これぐらいかな。5番苗をポットから外しましょう。苗はポットに入っています。外し方は優しくね。チョキの指の間に挟んでひっくり返してポットの後ろの穴を押して外します。そーっと取って、うまく取れたかな。6番、苗を植えましょう。さっき掘った穴に優しく苗を置いて、周りの土をかけましょう。優しく優しくしてあげてね。はい、できました。7番、支柱を立てましょう。一番そこまで立てます。8番トマトと支柱を優しく結びましょう。先生はワイヤーを使っているけど、お家にある紐でも大丈夫です。9番水をたっぷりあげましょう。苗の根元に水をかけるようにたっぷり水をあげます。さあ、どれぐらいあげるとちょうどいいかな。もう2本目です。ですね、たくさんあげます。さっきハサミで開けた穴から
水が出てくるまでたくさんあげましょう。まだまだ入りそうですね。あ、今水が穴から出てきました。穴から水が出てきたら OK のサインです。これでできました。トマトを美味しく育てるコツは1週間に2回ぐらいたっぷり水をやることです。水はさっきみたいにたくさんあげてくださいね。水やりの曜日を決めておくと忘れないね。トマトは毎日様子を観察してみましょう。花の色はどんな色かな？トマトは何色から何色に変身するのかな？できたトマトを食べたらどんな味がするのかな？毎日観察して育ててみましょう。はい、完成。伊勢市立上谷城幼稚園でした。